抗うとはね。イレギュラーの坊やに欠陥品の小娘。メディナが欠陥品でないことは証明できたはずだぜ。まあいいわ、やはり安全マージンは取っておくものね。ジェネレートザゲートトゥミナリワール。何？私がオルティナノスの宝石を剣にし攻撃無効空間を作った理由、それは一度坊やに敗れたからというだけではない。あの者の力を借りず不自由な箱庭を抜け出すためよ。現実世界のデータとこの世界をつなぐ、あんたはモジュールをそうやって利用する気だったのか。一足お先に行かせてもらう。また会いましょう坊や。ダメだ、何としてでも俺はお前を止める。キリト、受け取って。私の最後の思いは、私のことを覚えていて、そうすればきっとまた会える。メディナ、君は生きる。必ず俺の記憶の中で永久に咲き続けるから。メディナとの約束を果たせ。俺、欠陥品の分際でこの世界の支配者なる私に逆らおうというのか。この私が欠陥品の刃になど倒れるわけがない。私はこの世界に存在し続ける、そして全てを支配する。それが私の愛。たとえそれがお前の心情であり愛であったとしても、俺は受け入れない。これはメディナやオルティナノスケ、前の支配に苦しめられた全ての人々の思いが姿を変えた炎だ。お前の全てを焼き尽くせ。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。ダメだ、何をしてももう私は助からないよ。何言ってるんだよ、絶対に俺が助ける。メディナが死ぬわけない。これからも一緒に戦うんだ。帰ったらみんなに俺たちの勇姿褒めてもらおうぜ。メディナがどれだけすごかったかちゃんと伝えるんだ。やっぱりムカつく。本当にお前は出会った時からずっと変わらないな。ねえ、すごく寒いんだ。握ってくれる？ああ、もちろんだよ。君が望むなら何だって。一族の汚名も注げないままなんて情けないな。もっと私頑張らなきゃいけなかったのに。これからこれからだろ、こんなにも頑張ったんだ。
メディナ、未来は俺たちと作るんだろ。そうだね。この先もキリトたちと一緒にいたかった。みんなは優しくて温かくて父上、私に友達ができたなんて知ったらきっと驚いて喜んでくれただろうな。ねえ、父上もキリトみたいに私のこと褒めてくれるかな。頑張ったって言ってくれるかな。はあ、それにこれからもメディナは頑張れる。もう一度立ち上がって俺たちと一緒に歩んでくれ。メディナのおかげで俺たちは変わった。アリスもユージオンもみんな大切なことを知ったんだ。君は俺たちを救ってくれた真の救世主なんだ。嬉しいな。でもこの魂と血は全て剣に注いだ。もう元には戻れないよ。カーディナルならきっと君を助けられる。それまでもう少し、もう少し耐えてくれ。ごめん、ちょっと無理そう。私と一族の意志はお前が継いで、私の剣で燃え盛るリコリスの花を咲かせて、この世界の人たちを救ってくれ。それはメディナが俺たちと一緒にやるんだ。俺たちなら何だってできる。そうだろ。お前はいつだって私を信じてくれたね。ムカつくくらいまっすぐに。嬉しかった。でも、もう体に力が入らなくて悔しいな。メディナ。ねえ、最後に聞いてよ、キリト。出会った時からずっと私にとってはお前こそが救世主だったんだ。そんなことない。俺はまだ君を救えていない。違う、確かに救ってくれた。キリトが闇の中を行く私の道を照らしてくれた。私の人生の中でただお前だけが光だった。メディナ、頼むよ。君がいなきゃダメなんだ。キリト、会えてよかった。
ベジーラようやっとメインビジュアライザー内にデータ干渉できたぞ。キリトとメディナ殿は今メインビジュアライザー内で確認できるフラクトライトのデータはただ一つ。キリトだけじゃ。そんな、メディナさん。そしてあの女の意識の反応が今は途絶えておる。おそらくはキリトとメディナが倒したのじゃろう。あの女が耐えた今ならば術式が効く。キリトを連れ戻すゆえ少し待っておれ。これはメディナのご先祖様の宝石、そのうちの一つだ。燃え尽きずに残ったのか。メディナをここに呼んでくれたのはあなたたちだ。助けてくれてありがとう。メディナを守れなくてごめん。せめて彼女と一緒にあなたを。みんな、キリト君大丈夫？お前怪我を。その剣。ねえキリト、メディナは？あの中で一体何があったんだい？守れなかった。そうだったの。助けられなかった。メディナは自分の命を犠牲にして剣になって俺を助けてくれたのに。キリト大丈夫？なんでメディナは死ななきゃならなかったんだ？俺は外から来た人間なんだ。この世界で死んだとしてもこの命が絶えることはない。だからこそメディナ、みんなを守らなきゃならなかったのに。俺はメディナが何をしようとしているかもっと早く気づけばどうにかできたはずなんだ。なのに何もできなかった。俺はキリト、僕もキリトと同じぐらい辛い。辛いよ。僕だって悔しい。悔しいよ。ユージよ、メディナと出会って僕の運命が変わった気がするよ。どこか心の奥がとても痛いんだ。なのにこの痛みはなぜか温かくて優しくて、まるで彼女が何かを伝えてくれているみたいで。だから僕は君の隣に絶対に立つ。最後まで倒れたりしない。強く心が感じるのはもしかしてどこか別の世界で僕はキリトと出会ってたのかもしれないね。ああきっと。ねえキリト、僕らに今できることってなんだろう？メディナとこれまで気づいた思い出、記憶はこの胸にある。メディナと一緒にいて楽しかったことも嬉しかったことも全部忘れたくない。メディナが僕たちにくれた全てを忘れたくない。私のことを覚えていて、そうすればきっとまた会える。そうだ、俺も忘れない。ねえメディナは最後君に何て言ったの？会えてよかった。キリト、メディナのためにも僕たちは最後まで生きるんだ。
君の魂がどこにあろうと、そんなことは関係ない。だからキリト、僕らは彼女メディナを決して忘れない。永遠の約束だよ。いい？誓うよ。ありがとう、ユージオ。メディナ、彼女が犠牲になったとはあまりに悲しすぎます。それでもメディナの剣がアドミニストレーターとの戦いを終わらせてくれたんだ。キリトと一緒にね。そのことについて話さねばならんことがある。なんだ？お主は確かにあの女の意識を一度は倒した。じゃがメインビジュアライザー内にまだあの女の意識が残っておる。まさかまだ最高司祭様は生きていると？うむ。どうして？確かに倒したはずだ。メインビジュアライザー内の意識を消し去ればあの女の存在は確かに絶えるはずじゃった。しかしこの世界に刻みつけられたあの女の記憶は今も絶えぬようじゃ。あの女はメインビジュアライザー内に分散した意識を集め再び自らを復活させようとしておるところじゃろう。そんな、嘘でしょ？最高司祭様の記憶、そしてシーンはまさに世界とつながっている。故に容易には消し去れぬということですか？それじゃ一体どうやれば倒せるというんですか？わからぬ。あの女の意識はあまりにも強靭じゃ。倒したとしても分散しメインビジュアライザー内に残ってしまう。完全に消し去るには奴を倒した後分散した意識も全て消し去ることが必要だったということか。もう一度戦うしかない。俺は今度こそアドミニストレーターの意識を全てこの世界から消し去ってみせる。何があろうとメディナの死を無駄にはしない。最後まで一緒に戦う、その約束を果たすためにも。キリト君。カーディナル、もう一度メインビジュアライザーに俺を送ってくれるか？あの女が復活するまでの間ならば可能じゃ。それじゃ頼む、もう一度術式を。キリト、ダメだよ。ユージオ、あの時君は一人で行くなと言ってくれた。今度は僕たちも一緒に行くよ。必ず君の背中を支えてみせる。私も同じ気持ちです。共に戦いましょう、キリト。ああ、私も行かせて。キリト君、もう一人で全てを背負わないで。